元田ただし元田ただし -1916 年4月4日は日本の受学者、法学者、法律家、教育者、東京大原人組合会長、東京婦人城市販学校校長、東京法学者の創立者の一人、1835年、文語国付き藩に受学者、元田武慶の長子として生まれる。維新の際に藩主の着手、 松平近畿に従って、京都に上り、三陽広沢さねにちぐを得て、内国事務局初期に任ぜられる。渡来府判事に就任し、渡来府廃止後に、大上官に入り、大上官記録取り調べ係に任ぜられ、三つくり臨床と共に、フランス民法を審議する。1874年に、東京神田に、法学塾の法律学者を開設し、 フランス法を講示する。この法律学者が日本における私立法律学校の始めとされている。1880年、東京の金丸去った政区に元田の下にいた伊藤治村が東京法学者を創立する際に、その助力をし、法政大学の創立者の一人として数えられている。1880年6月に、 東京大原人組合の初代会長に就任。また、同年11月には、長崎上等裁判所判事に任じられる。1887年に、文部大臣、森有則の婚生により、東京府学部課長兼東京府人常師範、学校長に就任し、義務教育の普及発展に貢献する。1916年4月4日に、死去、82歳。 数密顧問官、衆議院議長等を務めた、元田はじめは要紙。大分県人四六では、天保五年生まれ AB、大分県人四六ハット骨董バンク、元田忠氏とは、ハット AB 元田忠きつきし、2020年2月13日、閲覧。学生百年史マイナス3専門学校の創設、東京法学者の設立と、その創立者たち、ありがとうございます。